ワンマンニャングはアメリカ合衆国のプロレスラー。サウスカロライナ州スパータンバーグ出身。スーパーヘビー級のモンスターヒールとして南部の各主要団体や WWF で活動した。WWF におけるアキームジアフリカンドリームとしての活躍も知られる。1977年に17歳でプロレスラーとしてデビュー。キャリア初期は アンジェロ・ポッフォが旗揚げしたケンタッキー州歴ントンの ICW にてクラッシャーブルームフィールドのリングネームで活動する。1982年からはテネシー州メンフィスのクアに参戦、ジェリー・ローラーやダッチ・マンテルの保持するタイトルに挑戦した。その後、ビル・ワット主催のムズイでワンマン・ギャングと改名。長居間の若手ヒールとして対等し、アンドレザ・ジャイアントとも対戦した。 以降、NWA の南部テリトリーを転戦。ジム・クロケット・ジュニア主催の幕では1983年5月23日、ケリー・キニスキーと組んで、マイク・ロトンドルーファス・ジョーンズを破り、空位となっていた NWA ミッドアトランティック・タック王座を獲得。エディ・グラハム主催の CWF では、ダスティ・ローデスやブラック・ジャック・マリガンと交想し、 1984年11月には、マリガンから NWA フロリダブラスナックルオーザを、ダッシュした。その間、1983年9月に、全日本プロレスに初来日。スタン・ホンセン、ブルーザー・ブロディ、ハーリー・レース、テッド・デビアスといった豪華メンバーの中で、さほど注目はされていなかったが、下馬評以上の検討を見せ、テレビ中継にて、 ジャンボ・ツルダとのシングルマッチも組まれた。シリーズ最終戦である11月3日の後楽園ホール大会ではハンセンと組んでジャイアント・ババツルダのインターナショナルタッグ王座に挑戦。翌1984年末には鶴見・ゴロウとのチームで世界最強タッグ決定リーグ戦にも出場している。1985年からはテキサス州ダラスの WCCW に定着し、 それまでの挑発をモヒカン狩りに変え、イリノイ州シカゴ出身を自称する、ストリートギャング系のヒールに変身。ブロディ、ケビンケリーホン・エリック、テリー・ゴディ、ザ・グレート、カブキラと抗争を繰り広げた。1986年2月には全日本プロレスへの3度目の来日を果たし、キラー・カーンやクラッシャー・ブラックウェルとの巨漢対決もタッグマッチで実現した。 1986年11月9日には、オクラホマ州タルサにて、ビルワット主催の UWF 認定の世界ヘビー級王座を獲得。以降、ジム・ドゥガン、テリー・テイラー、エディ・ギルバート、スティーブ・ウィリアムス、バズ・ソイヤー、全王者、ゴディラを相手に防衛戦を行い、1987年4月19日に、ビッグ・ババ・ロジャースに敗れるまで退官した。 UWF 離脱後の1987年5月より WWF に登場。王者ハルク・ホーワンに挑戦する一方、バンバン・ビガロとも巨漢同士の構想を展開。1988年3月27日のレッスルマニア4では空位となった WWF 世界ヘビー級王座決定トーナメントに出場した。同年9月、アフリカンドリーム・アキームに変身。 白人でありながら、イスラム名のアフリカ人を名乗り、マネージャーのスリックが歌う入場曲ジャイブソウルブローに合わせて、ラップを踊るというコミカルなヒールへのキャラクターチェンジを行う。ビッグ、ボスマンとのタッグチーム、ツインタワーズでも活躍し、ホーガンランディ・サベージのメガパワーズと構想した。1990年下期に WWF を離脱して WCW に移籍。 リングネームをワンマン・ニャングに戻し、ケビン・サリバン率いるヒール軍団のダンジョン・オブ・ドゥームに加入する。その後はインディ団体を転戦し、1995年に WCW と再契約。同年12月27日、新日本プロレスの佐々木健介が剥奪された、US ヘビー級王座の新王者に認定された。 WCW 離脱後は1997年7月に SPWF へ来日、矢口一郎とタッグを組み、久々に日本に登場。1998年11月には FMW に参戦、サブー金村幸弘とのトリプルスレッドマッチに出場した。同年には短期間ながら ECW にもフルブラテッドイタリアンズのメンバーとして登場している。 2000年の夏にはオーストラリアに遠征してたタンカとオーストラレジアンヘビー級王座を争ったが同年に心臓発作を起こしてからはセミリタイア状態となる2001年にはプエルトリコの WWC においてカルロスコロニアアブドーラザブッチャーとハードコア王座を争っている WWE にも同年4月1日のレッスルマニア X7 における ギミックバトルロイヤルにワンマンギャングとして出場した。以降は2008年2月29日にフィラデルフィアのインディ団体力で行われた6人タッグマッチのトーナメントにアックススマッシュのデモリッションとチーム WWF なるトリオを結成して出場している。2009年3月28日には同じくペンシルベニア州の IWC に登場。 ムズイから WWF を通しての宿敵ジム・ドゥガンとメインイベントで対戦するも敗退した。ありがとうございます。